こういう感じだね。綺麗ね。なるほど。おう。ねえ。こういうのが藤棚なんかね。どうだろうな。源氏マット型乙女の巻さやなかに友より渡る針金に歌って吹き添う萩の髪型。ああこういう感じだね。なるほど。なでしこ。こんな感じ。この伝承、明治28年。なるほどな。これは、おお、そうか。おお、ほう。おお、これは最後、ほんと、ちっちゃいわ。17メートルぐらい。中がどんなのか見てみたいまで。あそこ、ほら、あの、36年引き立つを持って廃止されやから弟生まれてない。もうないや、そうやね。危ない危ない。そうそうそう。こういう感じで。あの花あれがいいよな。なんかポチポチ落ちてて、おこうさっきのとこ、色がわからんから。ねえ、あーこんにちはーえで、なんだろう。下から撮ったのがいいね。そうやな、下からこういう感じで撮るわ。へえ。宮城の、きれいきれい。玉本源氏また乙女の巻お姿の人と見ておとりになって浜へ言うとどうぞ働くぞ技術のみ。まあこれやね。
タコ、なんでタコ食べんの？なるほどな。そういうことね。半月食。結構みんな写真撮ってる。あったあったあった。ああ、綺麗な。なあ、確かにな。おお、綺麗綺麗。すごい綺麗な。何系とか何系とかあると思うんやけど、あれは。多いね。本当や。さすが綺麗。本当や。そうやな、明治だもんな。きれいきれい。だからカメラの前にアップ出たら今度のドラマ出ていい。ああ、そうやな。そういうことやな。まあ、ああ、どっち行くんだろう。難しいな。どっちへ行くべきやろう。こっちの方がいいんじゃない？せっかくやから。まあ、黄色のハスやわ。ハスは白とピンクやったのが。ハセドラはちょっと早かった。もうちょっと早かったかな。黄やらピンクやら白やら種類。そうや。白いハスは珍しいよね、綺麗は。なあ、黄色はな、大体、
白と黒。そうやな。こっちも伏せってんの。そうだ、浅いけどな。すごいわ、これ水面にあのもみじ赤いのがな、反射しとるわ、綺麗わ。こんだけ倒れてくる前は、どなたろうな、ちゃんと石が、ここ行っとったんやろ